久しぶりにやってきたらめっちゃ変わっとるね。びっくりした。鎌山駅3年ぶりか、に来たらガラリと様子変わってますね。ここでね、非常に嬉しいお知らせと悲しいお知らせがございまして、嬉しいお知らせはね、今ちょうどね、列車ね乗ってる間にね、キラキラで情報を見とったら、なんと東海オンエアの哲也さんと、峯岸みなみさん、ついに8月12日に結婚なされたということで、おめでたいですね。いや、おめでとうございます。いや、すごいビッグニュースが入ってきて、うわーってなっていたのがちょうど壁駅のあたりだったんですけどね、実は。ってことで、折り返しこの列車になりますで、そう、今日はこれもこれで面白いですけどね。あ、悲しいニュースはね、後でおいおい話します。で、これ、そう、うん、こんな感じでターミナルね、やっと1個目だよ今日、大丈夫、通算2個目だよまだ。で、あっちも日車のやつもあるんですね、向こうは向こうで面白い構造ですね、うん。で、切符入れボックスがあるタイプやから、このまま出たら大丈夫ですね。一応ね、有効なやつ持ってますんでね、さすがに切符入れに入れちゃうと使えなくなっちゃうんでね。で、あ、この辺りはあんま変わってないね。前に大惨事になった自販機ですね、1万円で1000円チャージした、1000円したとか、ここからビロビロ出てきて大惨事、ぐちゃぐちゃぐちゃってなって、わやらなことになっとったっていうね、がありましたけど。で、次が今13時、もう今13時33分、やべえ、13時33分で、次が14時3分30分。やべえ、やばい。で、あと一つ残念なお知らせが、その宇部市にある、次のねターミナル駅、間に合いません。残念なお知らせ、これですね。あ、秋亀山こんなんなってきたんや。何をどうあがいても間に合わないということが分かりました。新幹線使ったところでダメだということが分かりました。やらかした。どう考えても時間かけすぎた。うん。いくらなんでも、あそこから、ねえ。いやー、でもなんかめちゃくちゃ綺麗になりましたね。で、通り道のあたりもめちゃくちゃ綺麗になってる。すごい、めっちゃ立派になってますね。3年前の映像を差し込んでおきましょうか。さっと10秒ぐらい、さっとこんな感じだったんですよね。どう、工事中だったりどうなるのかなと思いました。やっぱめちゃくちゃ綺麗になりましたね。これもね、もともと一回廃線になったのが、さらにもう一回復活して、ここら辺、もともとはもっと先まであったらしいですけどね。で、復活して、で、ここに病院建ててっていう。面白いですよね。で、この前来た時は、復活しましたよって時、とこら辺で来て。で、その後全然来れてなかったんで、ちょうどここら辺さら地にしてなんかやってましたもんね。いやー、めっちゃ立派なの建てましたね。で、あそこにローソンも入ってるらしいんで。で、まあ、ここまで来たんで30分なんで、ちょっと時間がギリギリですけど。よいしょ。この先にね、お伊勢さんがね、ありますんで、そこ行ってきましょう。一応成功祈願で、もうすでに今日もう無理ゲーって確定してるんですけど、もう成功祈願も何もない、いや旅の安全祈願ですよ。もともとは何だったっけ、ここが
元伊勢神社だったっけ、なんか伊勢神社だったっけとかって名前になってるんですよね。もうちょっと登ったところにあったはずですけど、そこか、ちょっと祠が見えてきたな。で、なんだったっけ、そこの神社が、だからお伊勢参りに行く人が安全祈願を兼ねてたとかっていうやつかな、うん、書いてありましたよね、言われが。いや、百聞は一見にしかず、パッとお参りするぐらいの時間があるはずなんで。ああ、暑い。ずっと登ってって、でここにあれですね、旧合同駅舎が、合同深澤パーの頃ね、ここに昔は駅があったってね、まあここら辺の紹介もね、前にやってるんでね、まあ、よいしょ。で、2017年にまたあっちの方に駅を移して、復活しましたよっていう、まあ、非常に珍しい例ですよね。でしかも復活するときはちゃんと電化路線になったっていうね。で、お久しぶりに来た、ここだ、ここが伊勢神社なんだったっけ、あーめっちゃ、あ、そう、伊勢社ですね、いや久しぶりに来た、せっかくなんでちょっとお参りさせていただきましょう。よいしょ、久しぶり、3年ぶりに来たな。あ、そうそう、手はめるやつとかありましたもんね。よし、あ、もう止水だ。さあ、無事お参りも済ませてきたんでね、ちょうどね、そこに書いてあるね、お伊勢参りのその地底報告数で、要は、気をつけて行ってきます、無事帰ってこれましたっていうのをやるところということで、まあある意味無事帰ってこれました、ここまで3年間ね、登録者当時20人とかだったっけね、の頃から比べると、あ、まだ50人ぐらいもういた頃だったっけな、ここに来た時は、うん、まあ300人ちょっとは増えましたからね、うん、で、そうですね、でお伊勢周りが行けない遠いですからね、言うてここからお伊勢さんで遠いですもんね、遠いの今身をもって味わっていますよ。四日市からなんでさらに遠いですからね。その人がここでお伊勢参りの代わりにもなりますし、で実際に行くよっていう人はね、まあ言うて大変な距離ですからね。今電車が発達したともこれですからね。まあ新幹線使えば多少楽、一日日帰りはでも広島から伊勢神宮日帰りは結構しんどいよな、新幹線で名古屋まで出て、名古屋まで新幹線で出た方が早いよな、まあちょうど方角的には私も今から伊勢の方面というか伊勢の国に行くわけですからね、旅の無事をね祈願するのにはもってこいですね。まあ山口経由なんですけどね、いや遠いなとか、山口がもう完全に全然間に合わない、あそこの大井駅、大井じゃない、大川駅、どこだったっけ、多いですよね、あそこであんだけ時間食ったのは想定外だったな。よし、まあまだ時間もありますので、ちょっとこの病院の中のローソンで使っていいのかな、
前の道もなんかちょっと広くなった、ここもちょっと整備されましたよね、そんな感じがするんだけど気のせいかな、前からかな、前はぐるっと回ってで四日市かの方に行ったんですよね。そうこの辺り本当伊勢の森があって亀山があって四日市があるっていうね、うん、めちゃくちゃ三重県感があるんで、もう帰ってきた、もう実質これ帰ってきたようなもんでしょうね、なんですけど現実は遠いんだな。